レーモンド・フェルトンはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。サウスカロライナ州マリオン出身。ポジションはポイントガード。185センチメートル、90キログラム。高校時代はサウスカロライナ州、ラタ高校を2度の州チャンピオンに導き、高校通算2992得点スリーポイント成功数117回という、州記録を達成した。 マクダナルズ・オール・アメリカに選ばれたフェルトンは高校卒業後ノースカロライナ大学に進学。1年目となる2002から03シーズンから先発として起用され、3年目の04から05シーズンにはチームメイトの証明、マービン・ウィリアムスらを引き n c w a トーナメントを制覇。フェルトンはアトランティック・コースト・カンファレンスのファーストチームに選ばれた。 2005年の NBA ドラフトにエントリーしたフェルトンは、シャーロット・ボブ・キャッツから一巡目5彙指名を受けて、NBA 入りを果たす。この年のドラフトにはフェルトンほかアンク出身選手5人が、いずれも一巡目指名を受けた。創立2年目の進行チームでは、ルーキーのフェルトンも一年目から徴用され、ルーキーイヤーとなった05から06シーズンは54試合に先発出場し、 11.9得点5.6アシストの成績でオールルーキーセカンドチームに選出された。2年目の2006から07シーズンには14.0得点7.0アシストにまで成績を伸ばし、以後平均14得点7アシスト前後の安定した成績を出し続けているが、なかなかプレーオフに進出できないボブキャッツと共にやや伸び悩みが見られる。2010年のオフ。 FA を行使して2年1580万ドルでニューヨーク・ニックスに移籍する。新天地・ニックスにはその年、アマーレ・スタウダ・マイラーが加入するなどしてフェルトンも先発ポイントガードとして期待された。フェルトンは2月までの54試合で1試合平均17.1得点、9アシストと期待通りの活躍をした。しかし2月にカーメロ・アンソニーガラびのトレードの影響で、 ダニーロ・ガリナリラと共に、デンバー・ナゲッツに移籍する。新天地・ナゲッツでは、ノースカロライナ大の後輩であるタイローソンに、先発ポイントガードの座を譲った結果、ナゲッツでの21試合は、平均11.5得点、6.5アシストと成績は、落ちた。それでもシーズン通しては1試合平均15.5得点、8.3アシストとフェルトンにとっては、自己最高の成績となった。 2011年オフ、ルディフェルナンデスとのトレードで、ポートランドトレイルブレイザーズに移籍する。2012年オフ、トレードで、ニューヨークニックスに移籍した。2014年7月25日、ニューヨークニックスからタイソン・チャンドラーと共に、サミュエル・ダレンベア、ホセ・カルデロンほか、6選手が絡むトレードで、ダラス・マーベリックスに移籍した。その後、2016から17シーズンを、 ロサンゼルスクリッパーズで2017から18シーズンはオクラホマシティサンダーでプレーしている。ありがとうございます。